カーリン・バセットは、カナダ・トロント出身の元女子、プロテニス選手。1984年の全米オープンで女子シングルスのベスト4に入り、当地の女子テニス選手として4大大会の最高成績を出した選手である。シングルス自己最高ランキングは8位。1987年に男子ダブルスのトップ選手であるロバート・セグソと結婚した後は、 二つの性を併用して、カーリン・バセット・セグと名乗った。WTA ツアーでシングルス2勝、ダブルス2勝を挙げたが、彼女の前世紀は比較的短期間で終わった。父親のジョン・バセットは、かつてデビスカップのカナダ代表を務めたテニス選手で、ユスフルのタンパベイ・バンディッツのオーナーでもあり、アミュレット・ピクチャーズという映画会社も経営する実業家であった。 バセット家は NHL チームのトロントメープルリーフスなどいくつかのスポーツチームのオーナー権も持っている。カーリンはそのような家庭環境に育ち、1982年に15歳でオレンジボール選手権で優勝した。この年から彼女は女子テニス国別対抗戦、フェデレーションカップのカナダ代表選手に選ばれ、同年末からプロテニス選手になった。直ちに彼女は 目覚ましい躍進をはじめ、1983年ウィンブルドンでアンドレア・イエガーとの4回戦に進み、当時は年末の12月開催だった全豪オープンではパムシュライバーとの準々決勝に進出した。これにより、バセットは1983年に女子テニス協会から最も印象的な新人選手賞を受賞した。バセットは1984年に さらなる躍進を見せ、全仏オープンで、クリス・エバートロイドとの準々決勝に進んだ後、同年の全米オープンで、カナダ人女性としての4、大大会シングルス最高成績を出した。準々決勝で、第3シードのハナマンド・リコアを破って、初のベスト4、入りを決めたバセットは、続く、準決勝で、エバートロイドに2から6、2から6で破れ、決勝進出を逃した。 年末の12月に来日し、第1回、トーレパンパシフィック、オープンテニストーナメントのシングルスで、クラウディアコーデイコールキルシュとの準決勝に進んでいる。この前世紀に、バセットは、父親の映画会社、アミュレットピクチャーズが、娘の主演映画として制作した、スプリングフィーバーに出演したり、ニューヨークにある、報道代理店の広告モデルも務めた。しかし、 1986年の全仏オープンベスト8とウィンブルドン4回戦進出を最後にバセットのテニス成績は急降下してしまう。彼女のフェデレーションカップ代表経歴も1987年が最後になった。1987年10月17日、バセットは当時の男子ダブルス世界ランキング1位だったロバート・セグソと結婚し、 その後は二つの姓を併用して、カーリン・バセット・セグと名乗るようになった。1988年3月に息子を出産した、あと、バセット・セグは1988年ソウル五輪に、カナダ代表選手として出場した。シングルスは1回戦で、フランス代表のナタリー・トージアに敗れ、ジル・ヘザリントンと組んだダブルスは2回戦で、西ドイツ代表のシュテフィグラフ&、 クラウニアコーデイコールキルシュグミに敗れた。彼女の本格的な競技経歴は1990年で終わったが、その後1992年、1995年、1996年に断続的なトーナメント出場記録がある。彼女は後に雑誌のインタビューで自分が長い間過食症を患ってきたことを明かした。バセットは少女時代。 1981年の4月末マイナス5月初頭に東京、立川のルーデンステニスクラブで行われた第3回ジャルカップ国際ジュニアテニス選手権で来日した。シングルスではジーナガリソンに敗れて準優勝になったがダブルスで優勝している。翌1982年の第4回大会ではシングルス優勝を果たした。ありがとうございます。